これまでさ、うん、浦下くんとゆる民族学ラジオの活動してきてね、うん、はい、もう何回にわたりますかね、ね、うん、いろんなお話聞いてきました。いやー、フィールドワーク行きたいなーって熱がね、うん、はいはいはい、はい、いや高まっちゃいましたよ。やっぱり実際にね、その場に地に向かって、うんうん、得られる何かがあると。私さ、寝が暗いからさ、うん、本当はコミュニケーションとんのね、初対面の人ととんのね、うん、苦手なんですよ。あ、そうなん、すんげー遠慮しちゃうの。あ、そうなんだ、うん、あんまりそんな感じとかイメージなかったわと思うじゃん、うん、でも俺のね、フィールドワークのね、うん、一番得意な手法って、うん、話聞けそうな人たちが集まってるとこ行って、うん、もじ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 してどうしたどっから来たみたいなとか、うん、あの無駄に体に負担のかかることをしてヘトヘトで現地に着いて、うん、周りの人たちがどっから来たの、どうしたのその荷物とかっていうような感じを作って取っかかりを作ること。何その戦法。で、ね、狙ってる時はほとんどないんだよ。あ、うん、普通に、まあ、結果的にね、普通にまごまごしてる、普通にまごまごした結果相手もやり方って言うからさ結果そうなっちゃってるからさ、だから周りもね、うん、ちょっと大丈夫かな、ほっとけないな、これなんか野良の子猫みたいなね、うんうんうん、そう可愛く言ったけど死にかけのタヌキとかでもいいですけど、うん、みたいな感じで扱ってくれるわけですよ、うんうんうん、そうすると話がね繋がってくんだが、僕も罪悪感がないわけじゃないので、はいはい、やりたいと思ってやってないからね、うんうん、司法とか言ったけど、うん、あんまりねフィードバック行きたいと思えないなって時期がもう大学卒業以来しばらくあったんですね。あ、そう、まあ、苦手意識というかね。そうそうそう、うんうんうん、でもやっぱり触発されましたよ。うん、ね、こうやってねさらに勉強していくと、うん、やっぱり行きたいっていう風になりますよ、うん、そういうことで、はい、この間辛抱たまらずフィールドワーク行ってきましたよと。やりましたね、うん、それもね、うん、どちらに。福島県大沼郡三島町宮下地区。これはですから、はい、分離埋葬で出てきた、はい、舞台になったとこですよね、あの宮下です、うん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 、行ってきたんですよ。いやー、まあこれ正確ね、本当のこと言っちゃうと、うん、まあ実は行ってくること自体はね浦下くん知ってたんですよね、うん、まあそうですね、うん、あ、なんで言ったんですか。いやいや、あのねこの経過は説明した方がいいと思って。あ、なるほどなるほど。実はこれ今回ね、はいはいはい、あのゆる民族学ラジオなんですけど、うん、浦下くんとじゃないんだよね、一緒に行ったの。そうなんですよ、僕ちょっと都合が合わず行けませんでした、ね、いや難しかったよね、あの都合合わせ。まあ俺が急に行ったのがさ悪い、急に行きたいってなったからさ、うん、悪いんだけど、まあね、しょうがないよ ね、 そうそうそう。じゃあ誰と行ってきたかっていうと、はい、ゆる生態学ラジオの吉信さんの方です。まあそうですよね、生態学ラジオのって言って平田さんとは言わないですよね。わかんないですよ。まあそうか、まあ、出演者ではありますけどね、そう、吉信さんと一緒に行ってきました、まあ、あとスタッフの方と ね、 いいね、一緒に行ってきたって感じです。2月23日から27日までの4泊5日。あ、5日間か。実際にあの調査したのは、4日間ぐらいですかね、うん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 、まあ、あの最初の1日は調査できるようなあれじゃないので、うん、まあ行って状況を見 て、うん、明日の目星をつけるみたいな感じですけど、計画立てて、ね、はい、だから実働3日間ぐらいっていう感じになってきました、うんうんうん、でね、一番の目的は分離埋葬の話、うん、まあ、そうだよね、うん、やっぱそれの舞台としてね、僕も知りましたから。そう、僕も知ったから、うん、その話聞きたいよね、うん、って言ったんだけど、うん、だけど、うん、まあ、ちょっと俺分かってったんだけど、うん、聞けない聞けない、そのね、うん、その分離埋葬の回でね、うん、冒頭に言ってたけど、やっぱりそのセンシティブな内容というか、そう、まあその点もねありますよ、うん、あったもんね、うん、あの今その宮下って地区ね、すっごい綺麗になってんの、うん、あ、そうなん、うん、なんかね、宮下の観光協会の建物 のカランコロンってところがありまして、はいはいはい、そこでねお食事とか軽食取ったりとかできるんですけど、うんうん、まああとお土産物売ってますね、うんうん、と観光案内してます。そこにね、あのね、田舎の町らしからぬパネルが飾ってあって、パネルグッドデザイン賞って書いてある。そうなんだ。そう、あのよく見るやつですよ、うん、グッドデザイン賞ね、丸肉の字みたいなやつ、うんうんうん、あれの表彰のためのなんかパネルが貼ってあって、その建物のってこと違うの、あのね、うん、
街の景観作りがすごい上手だった。街の景観に対してグッドデザインでしょ。そう。へえ。どうなってたかっていうと、うんうん、あの宮下って地区、あのもともと古い旧家が多いので、うんうん、旧家が多いので、あの屋号っていうのがね、家ごとにあるわけです。はいはいはい。その屋号を家々に、うん、結構おしゃれな感じで取り付けようと、うん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 、どの家も同じ規格で、うん、まあ、黒いね、光沢のない、うん、鉄の板を、うん、まあ、大体家の軒の下からニュッと張り出して、通りから見えるように、どの家も必ず見えるように出してて、うん、そこに白地で屋号のマークが書いてあるんですよ。はあ、これがね、時代性を、うん、ここがの街が古いっていうことも感じさせるし、まあそうだよね、うんうん、同時に新しさとかフレッシュさ、はあ、そうを感じさせる、すごいおしゃれな街になってるんだよね。うん、新しさとこう古めかしさとか奥ゆかしさみたいなものが、そう、同時に見れるような環境になってて、面白い、おしゃれだなって思って、うんうんうん、それに加えて、そのでっかいメカゴ、メカゴっつったら分かんないかな、あのね、直径1メートルぐらいのあのザルだと思ってた、うんうんうん、が、あの、まあ、これもともと養蚕に使っていたものなんだけど、うん、なるほど。それを家の扉の横とかって大体空間空いてるじゃないですか、うん、壁が。だってそこにスッとかけて、そこにお花一輪とか刺したんですよ。おしゃでしょ、めちゃめちゃおしゃれなんですよ。いいね、何この素敵な街と思って、うん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 、でここで分離前層あったんですかみたいな。まあ、もちろんね、昔の話ではあったけどね、すげえおしゃれだな。へえ、いいね、行ってみたいわ一度。で、まあ、そんな風にですね、観光にすごい力入れてる町でもあるんで、うんうんうん、あのこんな中でね、うん、そうね、そうね、あなた分離埋葬知ってますかって言って聞いて回るのって、いや、なんかやることじゃねえよなって思ったのと、聞きづらいな。そう、どうせ調査するんだったら、うん、そのミングっていうのが別な使われ方、うん、ディスプレイとして使われてたりとか、まあ、うんうんうん、エクステリアだねとして使われてあるっていう現状が今あるわけだから、うん、そっちに対してどういう気持ちを持って、ミングの再利用についてどういう気持ちで彼らが接しているかの方が、はいはいはい、多分話としては面白いっていう風に僕は感じたわけよ。まあ、多分向こうの人も快く話してくれるかな。 そっちの方がね、うん、まあ、ちなみにその話は今回聞けなかったの。ああ、そうなんだ。そうなんだ。そうで、これがまあ一つの理由、はいはいはい、あの今頑張ってる彼らの状態を、うん、に水を差すことはあんまやりたくないと。そう、ね、失礼だなと思ったんで、うん、もし話を聞くにしても関係作ってからにしようと思ったわけです。もともと関係作りに行くぐらいの気持ちでね、うん、それができれば御の字だぐらい。なるほどなるほど。でそれとですね、加えて現地の学芸員さん、うん、河合さんっていう方と知り合ったんですが、うんうんうん、その方曰く20年前なら聞けましたっていう風に言っている。今はね無理。それはなぜかというと、うん、戦後を経験した人たちがねもう生きてないんですよね。なるほどなるほどなるほど、うん、そうか、ご存命でいらっしゃらないので、うん、お話聞くことは難しいと思いますよと言われて、うんうんうん、まあ、実際私もいろんな人が当たってみたけど、戦後まもなく生きた人たち、もうちょこちょこお話聞きましたけど、うん、もう皆さんご存じないですね。そっかそっかそっか、うん、ダメっていう感じでした、うんうん、だから分離埋葬のことは、まあ、ある程度は見切りをつけて、うん、聞けるときは聞きつつ、そうね、うん、あのね、遠回しに聞くんですよ。土葬の話とかしてくださいみたいな、うん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 、結構土葬の話とかも聞きましたよ。うん、昔どういうふうに土葬してたんですかとか、土葬した骨とかどうなってたんですかとか、はいはいはい、っていうところとかとも話聞けました。で、まあ、そういうところから掘っていくんだけど、うん、それでもねやっぱり分離埋葬まで行くとね、うん、分かんないってなっちゃうんですね、うんうんうん、だから主目的はね果たし得なかったと言ってもいいんですが、うん、いやー、いろんな人だっていろんな話聞けました、うん、そこがまあやっぱり大きいよね、うん、そう、うん、実際に行ってね、そう、新たな関係を作ったりだとか。そうなんですよ、うん、でさっきも言ったけど観光に力入れてるところなんで、はいはい、あそこはねツタ状の木、なんて言ったらいいんだろうな、うん、なんかさ森入ってさ木とか見てるとさ、うん、ビロビロってこう、うんうん、なんかこう直立してない、あるあるある、ね、植物なんだか、あ、植物、草なんだか木なんだか分かんないのがさ、あるあるある、ついてる時あるじゃないですか、うん、ああいうツタっぽい植物っていうのを使って工芸品作るのがあそこ盛んで、うん、工芸館がすごい、またここもねおしゃれというか、うん、いい品揃えをしていまして、なんかいいね、なんかね、そう、あのね、観光にはすごくいいよあそこ、うんうんうん、でそこにねカシャネコっていうね、カシャネコ、うん、飾り物が売られてたんですよ。ほうほうほう、
行ったらこれぐらいのサイズ感、まあ、10センチ12センチぐらいのサイズ感で、あの木の一部分をちょっと切り取って、うん、牙みたいなのつけて、そこを口と見立ててね、うん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 、でなんかひげ生やして目をつけてにゃーってやってるみたいなあ多分可愛いんだろうな、そう、そういう大きいものなんですけど、うんうんうん、これをカシャネコと呼ぶそうで、うんうん、それがね、これがね高いんですよ、1本2500円とか3500円とかするの、そんなちっちゃかったでしょ、ちっちゃい、まあ、でもそうか、木彫り、木を掘ってやってるわけなんだけど、まあ、まあ割とねそういうのがする、これの言われを聞くことができて、ほう、これがね面白くてですね、カシャネコの由来ね、これはねコシアブラっていう木で作られている、コシアブラ、コシアブラっていう木で作られてるんだけど、うんうんうん、これがねカシャネコの伝説では、うん、まあ、これは猫を模したものだと、うんうん、宮下の近くにある雫山という山に化け猫がある時から住み着いて、うん、はい、若い人が亡くなるとその亡くなった人がを入れた棺を奪って、若い人がこれから生きるはずだった寿命をその若者の遺体を食うことで吸い取って自分の寿命にしてしまうっていう化け猫がいたと、なるほど、うん、いうふうな伝説があると言われていまして、はいはい、このカシャ猫に、まあ、周りの人たちはほとほと困っていたわけですよ、うんうんうん、ある時カシャ猫をに困っている集落にある人がやってくる、やってくる、うん、さあ外部からやってきて全てを解決してくれる、うん、みんなのヒーローといえば柳田邦夫先生、違いますね違いますね、あの認識間違ってますね、あら、妖怪と戦うタイプの民族学者になってたんで、そうじゃない、これじゃなかった、うん、そう、あのね弘法大師です、なるほど、うん、そっちですね、大体弘法大師来ますね、弘法大師がやってきてコシアブラの木の杖を持って、うん、まあ、私に任せなさいと言ってカシャ猫に説得いくんですね、うんうん、でカシャ猫は結果戦った挙句負けまして調伏されると、ね、うん、駆毒パンチ案件です、そうだね、駆毒パンチ案件ありました、うん、棒持ってったんで間違いなく芝いてます、うん、これは間違いないそうだね、そう思ってたもんね、そう、でこのコシアブラの木、それ以来その弘法大師の持っていったコシアブラの木を使って、うん、お人形、カシャ猫のお人形を作って、うん、生まれた子供にお守りとしてあげると、うん、重複されていいカシャ猫になったカシャ猫が子供を守ってくれますよっていう、ああなるほど、うん、そうか、元々の伝説ではまあ、厄介な存在だけど、うん、それをまあうまいこと味方につけてお守りとしましょうっていうことなんだね、そう、弘法大師の重複の話、重複って漢字で書くと調べるに伏せるって書くんですけど、うんうんうん、これ仏教説話用語で、うん、相手を説き伏せるとか、うんうんうん、まあ、何らかの形で、悪霊を鎮めさせて悪い気を鎮めさせて、抑えつけるみたいな意味合いなんですけど、調教、うん、まあ、するっていう時の調みたいな、そうです、そうです、それと同じ意味ですね、うん、はい、でまあそんなお話を聞けて、うん、でカシャ猫っていうものがね高原館に単に売っているだけだと解像度低いですから、うん、なんか高えな、まあ、この置物って、ね、猫かわいいでもあるかもね、そうそうそう、終わっちゃうんだけど、うん、で私そのカシャ猫その話だけしか聞けなかったんだけど、うん、まあ、ちょっといろいろ考察しまして、うん、このカシャ猫で使われているコシアブラの木って、うん、これウィキ曰く、うん、枝と樹皮その中の芯、うん、まあ、木の本体の部分だよねってとこって結合がね弱いらしいんですよ、へー、だから全国的にこの樹皮を握って引っ張ると、うん、つるんと樹皮が取れるらしいの、うん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 、だから土地によってはこれを刀に見立てて遊ぶんだって子供が、はあ、でもあ面白そう、それそう面白そうね、ストン、あ楽しいってやりたいじゃないですか、うん、で遊び道具になりやすい木であったっていうことから、うんうんうん、今ではさお守りみたいになってるけど、もともとはその悪いことをする子供を脅すための道具だったんじゃないかって思ってて、脅すための道具、カシャ猫になった状態で、うん、この状態で子供を脅す、うん、例えば、うん、ゴールデンカムイって読んだ、まあ、読んでないのよ、あれでの14話かな、うん、にキサラリっていう耳長お化けっていうものが出てくるんですよ、うん、はいはいはい、なんか木の枝の先っぽを利用してこう1本から3本ぐらい伸びてる、うんうんうん、まあ、ただの木なんですけど、これを化け物に見立ててすごい声で脅して子供を怖がらせる、へー、ブワーとかやったりして、それは何のために怖がらせるの、このキサナリ耳長お化けの話をしながら、うん、悪いことしちゃいけませんよ、ブワーってやるみたいな感じだったりする、ね、うん、うう教訓的なあれでね、うん、そう、これと同じ疲れ方してたんじゃないかなって俺思ったんだよね、カシャ猫について、まああれはないんですけど証拠はないんですけど、うん、でもこういう玩具として使われている共通点とかから、うん、そういうもの見えてこないかなと思って考察がはかどってね楽しい時間がありました、いいね、うん、
でも重ね子ってこのぐらいちっちゃいんでしょ、うん、今これ今売られてるサイズって感じなのかな、うん、もっと大きかったのかな。でかいのもあった。あ、あったんだ。あのここに棚あるじゃないですか、この棚と同じぐらいの高さなんで。っかでかい。あのだからそう、このサイズでは怖がらないんではないかと思ったんだけど、うん、あ、そっか、そのぐらいのサイズもあるんだ、うん、でかい、怖い、それは怖いかな、うん、人によっては怯えちゃうぐらいのサイズか。そうだね、そう、そういうのもあったらしいんだけど、うんうん、まあお守りとして送るもんなんで、うん、あの今としては今はね、今っていうか、うん、そうだよね、どっかの段階で送ってるんで、うんうん、まあ最初からそんなにサイズ感はね変わらなかったんじゃないかなとは思うんだけど。なるほど。でもその考察もありだよね、うん、このこういうのがいたから怖いんだぞとみんな集めて聞かせるみたいなことやってたかもしれないですね、うん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 、でですね、はい、現地の学芸員さんと話してお話とか聞かせてもらった結果、うんうん、そのね、あるものの存在を今回知りまして。あるものですか。それがね、金カラス供養塔ないし金烏供養塔と言われるもの。ほう、うん、金のカラスって書きますね、うん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 、で、あの金烏って何かっていうと、うん、中国の創造上の存在で太陽に住むとされていたカラスのことらしいんですよ。へえ、あ、そういうのがもともと伝説としてあるんだ。そう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 、あって特徴はこれ3本足、うん、おう、うん、ジェリーグ、うん、ああそう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 、ヤタガラス、ね、ヤタガラスみたいな、ね、そう、あのヤタガラス、日本のヤタガラスって平安時代に、うん、もともとあった古事記の話の、うん、アマテラスを先導したカラスがヤタガラスだったわけなんだけど、うんうんうん、あの時点ではね足3本じゃなかったんだよ。あ、そうなん。平安時代に金烏のこの金カラスの、思想が入ってきて、これと合流した結果3本足になったんだよね。あ、そうなんだ。そう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 、なるほどなるほど。だからこれ何が言えるかというと、うん、この金カラス供養塔って、うん、太陽を供養する塔なんですよ。ほ、太陽供養塔あったよね、覚えてる？ちょっと待って、正確に、なんだ、日食供養塔、うんうんうん、そう、あれさ、あ、要はあの鴨川の我々のゆるがくとハウス最終選考で、はい、私がうんちくエウレカクイズとして出した問題にありましたよね、うんうんうん、あったあった。その答えが日食供養塔っていう、うん、日食になった時のことを思って建てた、うん、まあ、供養塔記念碑みたいなもんだったわけなんだけど、これが全国ではここしか見られないって思われてたんだけど、うん、名前を変えてまさかの宮下に存在してる。そうだね、それが金のカラスとして表現されてたと。そういうこと、そういうこと。ほう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 。ってことは、うん、もっと全国的にあるんじゃねっていうふうに思うわけなんですよ。確かに確かに。そのじゃあ太陽を表すものは何かって逆に考えてた時に、うんうん、じゃあそれが供養されてる塔があるんじゃないかとかね。そう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 、別にね名前になって、ね、なんで月食供養塔がないのかなとか気になるんだけど確かにね。そうそうそう、だからなんかこうあれなんだよね、今後の調べ物の方針の一つとして、うんうん、なんか全国のね太陽供養塔みたいな日食供養塔系列気になるわ、ちょっと気にかけて探してみるのもいいかなって思って、うんうん、まあ、個人的なライフワークの一つが増えたみたいなことがありました。いいっすね。で今のはいろんなものを見てきたとか、うん、自分の金銭に触れるものを見つけられたみたいな話だったんですけど、うんうんうん、まあ、いろんな人とも出会うことができました、はい、うん、あの例の学芸員さんなんかとねお話しした時には、うん、まあ、今ねもともとその方はずっと九州の方、あ、どこだっけな、九州の方かな、で民族学ずっとやってらして、うん、であるタイミングで宮下に来たんだけども、うん、宮下来たら全く民族学やらせてくれないと、やらせてくれない、ずっと縄文時代のことやってるって言ってて、そうなんだ、なんかすごいね辛そうでしたあの僕民族学好きで調べに来たんですよって言ったら、うん、すっごい遠い羨ましそうな目でいいな、なんか申し訳ねえなーみたいな、こっちが道楽でやってるようなもんなのに時間取りに撮っちゃってね、話聞かせてもらっちゃって申し訳ないなと思いつつ、うん、普段縄文時代ですり減った、うん、彼は私に私が民族学の話をすると、うん、本当嬉しそうに、いや、そういえばこういうことがありまして、うん、こうなりましてって話してくれて、実りある時間だったし、うんうんうん、何より関連のストレス発散に必要かったかなみたいな、うん、あるんですけど、なるほどね、そう、で、うん、その時気づいたんだけど、なんか知らないんだけど民族学やってた人ってなんか知らないって自分の中では答えは出てんだけど、うん、あのね、名乗りがあるんだよ、必ず名乗り、うん、どこどこの学校で誰々の弟子の誰々に習ってましたって言うんだよね。でこの現象を、うん、古典ラジオの室越さんと話した時も同じことが起きてて、うん、なんでこんな名乗り方するんだろうって
思ったわけなんですけど。そうなんだ。でこれねよくよく考えてみると、うん、民族学って結構歴史の浅い学問なんですよね。はいはいはい、はい、遡っても柳田の時代なんで明治ですよ、うんうんうん、100年ぐらい。だから3世代ぐらいその師弟子の系譜、うん、師匠と弟子の系譜遡ると柳田に行き着くんですよなるほど。そう、そっかそっか。そうすると2代遡れば、うん、先生の先生遡れば、うん、柳田の直系の弟子にあたって、うん、柳田の直系の弟子の、あの人たちって柳田から一歩外に出て自分たちの民族学やり始めてるんですよ、うん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 、だから大体その人が何をしてきたかっていうのが結構明確にわかる。なるほど。っていうのがを後で気づいて、なるほどと。柳田も滑ってすぎるね。滑ってすぎる、うんうんうん、その一歩先がちょっと、まあ、一番スターとなってくるに、まあ、紹介するにふさわしい人物となるっていうのがね分かって、看板になるんだっていうのが分かって、なるほど、あなるほどって思ったのと同時に、うんうんうん、真面目にやってきてなかったから言えねえ師匠先生の先生誰だっけと思っちゃって、なるほど、ちょっと恥ずかしい思いをここのところしている。あそうなんだね、うん、だからお世話の先生にね会いに行ってね、うんうん、もう一回ちょっとどうやって乗ればいいですかってそれとだけを聞きたいぐらいの気持ちなんだけどそう、そういうことがありまして、うんうん、あとね、あの宮下で細々とちっちゃい書房をやっている、うん、書房っていうか出版社なんですけど、うんうん、奥会津書房っていうのをやってらっしゃる店主の方ともお知り合いになってですね、はい、出版社さんなんで、うん、余った本を4000円分ぐらいくれて、うん、まあ、今持ってきてるんですけど、うんうん、会津学っていう雑誌、会津学、うん、これね、あの赤坂則夫先生っていう、うん、あの民族学の中では柳田にアンチテーゼを唱えた、はいはい、柳田がやらなかったことをやった人で、かなりの大家なんですけど、うん、その人が月1で来てるところらしくて、その奥会津書房、その人も寄稿している雑誌。すごいもんもらったね。めちゃめちゃすごいもん、うん、その経緯もね実はかなり面白いんだけど、うん、そう、なんで、うん、ちょっと今忘れます。おなんで伏せたか、なんで伏せたか、うんうん、後でわかります、はいはい、で、まあそんな風な人に会えたりとか、うん、あとね、あの現地の普通の一般人の方々、一般人の方々、うん、一般の方々、うん、にもね、あの温かく接してもらいまして、うんうんうん、仲良くなった宮下の H さん、うん、ね、わざわざ僕たちが帰る日に急に電話かけてくださって、うんうんうん、僕のスマホにね、ちょうどその前日に読ませたい本があるんだけど、うん、見つからなかったってことを対面で聞いて、あ、なるほどね、ところがその我々が帰るっていうのが朝にね電話かけてきてくださって、見つけたから、もう探してくれてたんだ、うん、今持ってくから、いやいやいや、うん、僕が取りに上がりますから待っててください、うん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 、いやいいよ俺も行くから、じゃああんたも来たところで俺や、うん、落ち合おうみたいな言われて、で雪降ってたんですよ、うん、ね、最終日雪降ってたんだ、そう大変だった、結構雪降ったボタボタ雪降ったそっかそっか、うん、でその中走らしてって、うん、で奥から一さんとおぼしき方が現れて、うんうん、まあ、降りて、いやすいませんと、わざわざお手を煩わせてしまって申し訳ないですと、うん、ありがとうございます、まあ、でもあいいよいいよと、うん、頑張ってねって言われて、これ貸すもんですと、あげられない、うん、なぜなら大事な本だから、うんうんうん、あ当然ですと、まあ、じゃあ封筒とお土産入れて返しますねって、封筒にお土産入れて返しお返ししますと、返送しますっていう風に伝えて、そこはね、じゃあお互い体気をつけてみたいな感じで、うん、そうね、お別れしたわけです、うんうんうん、で、まあ、家帰ってきて借りた本がどんな本かなと思ってパッてね開けて出してみたら、まあ、コーヒーのシミのついてるのなんの大事にしてよとH さんみたいな、まあまあまあしょうがないね、そう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 、うん、それでもその存在が貴重な本だから、そうなんですよそっか、ね、なんか、まあ、この緩さがいいっちゃいいんだけどね、うん、それいいね。こんなような内容とか、はい、フィールドワークの所感とか、うん、これね毎晩だいたい30分ぐらいの尺になるね、うん、報告会を吉野さんと一緒に収録しました。いいっすね、はい、うん、また一部の聞き書き調査中では、うんうん、その様子も撮影録音しました、うん、相手方には許可取ってます、うんうんうん、一番興味深い内容のエッセンスをちらつかせるとしたら、仏教式じゃなくて神道式のお葬式のお話が聞けた、こととか知らないかも、知らないでしょ、うん、どういうお墓なのかとか知らないでしょ、全然知らないわ、そういうのがね聞けたんですよ、そのね生の音声とかっていうのをね収録してるんですよ、うんうんうん、そういうやつ、ね、ワクワクするっしょ、ワクワクする、さっきも焦らされたもん俺、そうねえ焦らされたでしょ、うん、
報告会は、まあ、構成こそね今回撮った、1日かけて撮ったような話みたいに練ってない、うんうんうん、だけどその日世界で我々私と吉野さんだけが目の当たりにすることのできた出来事を、うん、記憶を掘り起こしながらまだ感動の余韻を含ませて語ることができてる時間なんですよ、うんはいはいはい、それなりに価値のあるコンテンツになってるんですよ。はい、もちろんです。特にねゆる民族学がゆる民族学ラジオが民族学に触れるのが初めてだって人は、うん、とても楽しんでもらえると思う、うん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 、こういう感じなんだワクワクするかもってね、なると思います、はい、でねこの報告会とかフィールドワークの映像は皆さんにお見せすることができるんです。ありがとう。それはどこでかと言いますと、はい、よろしくお願いします。サポーターコミュニティです。よろしくお願いします。というわけで我々黒川浦下の、はい、つまりゆる民族学ラジオと、うん、あとねゆる音楽学ラジオも同時にですね、はい、このサポーターコミュニティが始動しました。はい、おめでとう。やりましたね。ありがとうございます。来るところまで来たという感じですまあここからねさらにもっといかないといけないですけど、はい、はい、まあ多分概要欄に貼ってあると思うんですが、うん、専用のホームページからサポーター登録していただいて、はい、月額1000円以上から、はい、よければご支援いただけますと、はい、ゆる民族学それから音楽学、はい、共通のサポーター用のディスコードチャンネルに加入することができます、はい、でサポーター特典としては、うんうん、メンバー限定動画の視聴、はい、今言いました、はい、フィールドワーク報告会とかね今じらされたとこじらしたでしょ、うん、まだ見れないのよ。気になるとこ申し訳ないねそう結構ねそのなんていうんですかプライバシーが関わってくるような内容が多いので、まあ、実際にねのお話伺ってっていうことだからね。だから、うんうん、YouTube で垂れ流しはできないっていうふうに僕の方で判断しまして、まあサポーターコミュニティの方で特別に皆さんお見せできたらなっていうふうな趣旨を取らせていただきました、はい、このフィードバック報告会以外にも、うん、幻の没会うん、第1回の収録で、うん、僕がトッピンパラリのプーだったせいで、いや違うそれは僕がトッピンパラリのプーだったいやいや、ね、2人ともトッピンパラリのプーだったのでボツになった回がありましたね。はい、僕作ったあれピタゴラスの見つけた旋律いや音律音律か、うん、音律ってやつですね。そうですね、はい、リブートしましたけど、そうですね、リブートした結果5話ぐらいになったものを1話にギュッと詰め込んだ結果トッピンパラリのプーになりましたからそうそうそうそれとか皆さん見ることができます、はい、私のアホっぷりが見れますのでぜひ見てください。で、まあ、他には、うん、我々が収録の合間にね、はい、なんかあだこだやってるところとか、うん、あと僕たちはですね収録前に早めに集まって、はい、そうっすね、2人で雑談してるんですよね。アップのための雑談をしてるんですよね。1時間以上ぐらいですか、うん、そうやってますよね。やってますよね。あれをね録音してここで垂れ流してやろうかとか、ね、ああいいっすね。そういうことも考えております。はい、はい、黒川浦下のよりプライベートな、ね、雑談が聞ける、うん、今朝何の話したかな っていうぐらいな感じぐらいですね、うん、記憶に一瞬しか残らないようなことを喋っています、うんうんうん、まあ、ぜひここでしか視聴できないコンテンツなので見に来てください。はい、もちろん。それからメンバー限定チャットコミュニティの招待、まあ、さっき言ったやつですね、うん、ディスコードのチャンネルに入れます。はい、同好の市で集まって民族学音楽学だけにとどまらないつながりを皆さんにご提供できるかなというふうに思っております。はい、それからゆる民族学音楽学ラジオの公開収録兼オフ会の参加権利を得られますと、うんうん、そうですね、まあ、イベントとかね、うんうん、そうです、そうです。我々がやってる収録してるのをゆる学徒カフェがね今できてるかな、まだできてないかもしれませんね、うん、をその収録の様子を覗き見たりとか、うん、収録に場合によっては公開収録とかだったら参加したりできる。あ、緊張する、みんなで民族語彙クイズやりましょうよ。うわーわー、ね、やるかもやりましょうやりましょう、うん、まあこんな感じにねなっておりますと、うんうんうん、特典としては、まあ、その他にもね皆さんからご要望あればサポーターの皆さんと我々で一緒に何かしたいとか、まあ、そういうこともできますと。はい、はい、ただですね、はい、一つ断っておきたいのは、うん、本家のゆる言語学ラジオさん、うん、ね、僕らの姉妹チャンネルであり、うん、我々がラジオを始めるきっかけになったゆる言語学ラジオさん、はい、同様サポーターになってもいいかもと思っていただいた方にあらかじめあくまで投げ銭くらいの気持ちでいてほしいとそうですね、いうことだけはお伝えしておきます。はい、ちょっとやっぱりね僕らもこうラジオを続けていくためのコミュニティとしてやらせていただきたいと。本編の質は落としたくはないじゃないですか、はい、こっちのね特典ばっかりになっちゃうと、うん、いろんな方に失礼なので、そうなんですよね、嫌だと思っております。はい、まあ、必ず同等の見返りをご提供できるという保証はどこにもありません、うん、がそれを踏まえてよろしければ
サポーター加入の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。またあの動画の監修として携わっていただける民族学とその隣接分野の先生も、お待ちしておりますので、もしよろしければお願いします。すごいそこ言んないようには言うけども、僕不安なんです。 いつ刺されるか、これあの言ってたこのあざとい手ですよ。違う、やめてやめて、そんな落とすようなこと言われるんですよ。仲間でしょ。仲間です。よかったよかった。そう、一緒の、ね、サポーターコミュニティでやってるわけですから、はい、はい、まあ、ということですね、うん、私たちの活動にご賛同いただけましたら、はい、ぜひともお力お貸しください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ってことでそろそろ切り上げましょうか、はい、ってところなんですが、はいはいはい、最後になりましたが、うん、実は今回、うん、編集チーフの N フルさん、うん、はい、ね、無理を押してお願いして、はい、今回の三島町のフィールドワーク、うん、ダイジェスト PR 動画を作成していただきました。お世話になっております。お世話になっております。いつも無茶ぶりすいません。でも優しいんだよフルさん絶対あいいですよって言って頑張りますって言ってくださってね、本当助かってます。ございます。あの多分ですね、はい、実はまだあの僕があの話で伝えただけなので、うん、まだできてないんですが、あこの時点ではね、はい、この今収録してる段階ではね、収録段階ではあのこの後見応えのあるあかっこいい出来になった PR 動画が流れますので、甘えるだけ甘えて外してますけど、いいとこだけね、そういうのもたまにはいいかなと思って、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、ということでね、雑談会はここで終了になります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。続くダイジェストムービーをどうぞ。イエーイ、誰かわかるか俺がてか吉野さんと2人でやるの初めてじゃないですかこれ。そうだ、グッドデザイン賞もらっちゃってるよ。サインプロジェクトってのはそうなんじゃないですか。でーメディア部の、へぇー新鮮な反応すればいいんだよねおお、これサイクロだ本当だ。あの、うん、チェリスト、チェリストのね浦下匠くんがいるはずなんですけ ど、ね、おかしいですね、うん、もう引退されちゃったのか違う違う、今凍ってるんですよ。本当だ本当だ。生活高原館なんだっけその生活情報館って何すげえすげえすげえいやいやいや、危ない危ない危ない。せっかく会津に来たのに、なんか郷土料理とかよりもなんか天丼とかどこでも食えるけどカロリー高いものにめちゃめちゃ惹かれてしまうという。私は今日一日仕事をしてました。おはようございます。おはようございますなんか力入ってるなカメラが回っちゃった今後もゆる民族学ラジオ、それからゆる生態学ラジオ、ともともよろしくお願いいたしま す, いしますということで以上で終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました